タイム鳥獣ダイダラ法師。これほど厄介で戦いにくい鳥獣もいないだろう。時代も時間も関係なく自在に飛び回れる能力を持つため、攻撃を受けると戦う前に住処のある奈良時代に逃げ込んでしまうのだ。戦闘能力を持ち合わせないわけではなく、高熱火炎や角を使った頭突きなど豊富な戦闘力を持っているので、本当に手を焼く鳥獣なのだ。液獣鳥獣ハンザギラ、全ての生物の頂点としておごる人間への警告、大自然の怒り。ハンザギランはまさにその化身といえる。白いオオサンショウウオが突然変異を起こし、自然を汚す人間たちを排除すべく今暴れ出した。武器はあらゆるものを溶かす溶解液、また皮膚から発する煙には催涙効果がある。ジクズデを起こせる超能力も秘めている。ハンザギランの並外れた生命力に七五のエースも力が尽きてきた。切っても叩いてもハンザギランは平気なのである。ハンザギランの唯一の弱点は、そうだ、太陽光線の遮断だ。